オンライン診療の普及に関わる最近の話題ということで、東京大学の、えー、特任研究員の岡崎先生の方からお話をさせていただきます。座長は、検視会の私、副会長である伊藤が、えー、させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、岡崎先生、えー、まだあれです,、ねえー、っとですね。岡崎先生のプロフィールを少しおご紹介させていただきます。 岡崎先生は1997年東京薬科大学大学院の博士課程を修了いたしましてその後日本医科大学の常習非常勤講師として勤務なさいましたえー、っと主な、えー、っと学会といたしまして I、IT ヘルスケア学会、それで日本老年病学会の理事、そして日本航空ケア学会の評議員をしております。現在、東京大学の研究員としてご活躍でありますし、秋田県医師会の ICT 顧問として、えー、とお願いしております。では、本日のテーマでございますけれども、先ほど申し上げましたけれども、 オンライン診療の普及に関わる最近の話題ということで、岡崎光弘先生にご講演をお願いします。では、岡崎先生、よろしくお願いいたします。こんにちは、岡崎です。よろしくお願いいたします。伊藤先生、ご紹介ありがとうございました。えー、それでは、あの、早速、この、あの。 今日は三十分の、えー、と中身ですので少しボリュームが多いんですけれどもあの後ろの方に比重がありますので進めさせていただきますあのまず、えー、目的を失うことあのこ,のこういった講演って今年、えー、今年度ですね一応十三回目ぐらいになるんですがよくよくオンライン診療の話になると必ず手段が目的化の話になってしまって 本来オンライン診療でなければならない逆に、えっと、オンライン診療なんか対面,の対面でやってるんだからそんなものいらないというこの二交代率になってしまってあ,のあまり物事というよりはなんかこう冷静に話し合うことができないようなケースが多くてですねあ,のあくまでも手段の一つでしかなくて患者さんがど,どうやって安心してその地域で住めるかと先ほど南谷先生がおっしゃっていたような、まあ 救急あの感染症の問題であったりとか、それから地域の問題であったりとか、あのケースによっては有効であったりもするかもしれないけども、えー、そうでないケースもあるというのは、あくまでも手段だからです。 そういう意味で、えっと、これは昨年もあのお呼びいただきましたので、えー、使ってたスライド、いくつか混ぜているんですけれども、あの厚労省としては、この医療分野の情報化の推進をなぜするのかといったところに、うそこの住み慣れた地域で安心して質の高い医療サービスを受けながらと始まる、いわゆる地域包括ケアの仕組みを達成するために、この ICT をうまくネットワークにも使,い使っていきたいということを言っているわけです。 あのこの図はあのもうご皆さんご存知だと思いますので、まあ、この図を具体的にも直近まで来てますけれどもえこういった状況を日本のあらゆる地域で、まあ、その地域に合った形のでも目指すところは同じというようなえそれをあの話をしているわけですで。オンライン診療に関しての話といいますと結論から言うとですねあの昨年の3月の末つまり4月以降の診療報酬の体系を えー、大きく変えるためにその直前まで、まあ、かなりいろんな論議であったり月、えー、1月の時点でガイドラインの改正が起きたりとか、まあ、本当に手がかかったわけですけれどもそれが過ぎてしまうとなんかパタッと、まあ、話題が少なくなりまして今年はあの規制改革あとで出てきますが規制改革の委員会のところと、まあ、実施計画のところで 進めていく、まあ、実際のケースについて、えー、お話が出てるぐらいです。でしたがってあのあのこのガイドライン、今紹介しているガイドラインは昨年の3月の時の講演にも出しましたけれども、ここからガイドラインの変更は今のところございません。そういう意味では今年の4月から、まあ、非常にこのガイドラインが大きく変わった、あのー、点としては、えー、一番にかかりつけの医師であれば、 あの初心でもオッケーと、えそれから医学的情報が十分に把握できるという前提があればやってもいいというのがありました。この初心からオッケーが出るっていうのは大きなえ変化だったと思います。なおここで言っているちょっとかかりつけの医師という青字になってますけれども、このかかりつけの医師は現在あの先生方もあのじ いろんなところでメディアでご覧になったと思うんですが、全世代型の社会保障制度、あ,あれを考えていくときに出た報告書ですね。あの報告書はとても大事な報告書ではあるんですけど、あの中で書かれているかかりつけ医の定義と同じではないです。あれを言っているわけではなくて、あくまでもこの時点ではその論議のずっと前ですので、いわゆる昔、家庭医という名称で呼ばれていたものの延長にある非常に緩い、えー 名称の,この定義がなないようなでその中でただ日頃から直接の対面を重ねているうな直近の状況が分かっているので事前の情報収集がなくてもその方を判断できるそういう立場にある医師というふうにまあ読み取るのが正しいのかなと思っております。 それから、この医療,医療的情報が十分に把握できるというのは、細かく起用歴だとかと書いてあるんですが、まあ、こういった方に関してはいきなり初診ができるというわけではなくて、実際にこの図、2枚先の図を見ていただきますと、えー、出てきますが、あれば使おうと思っただけ、あ目の前にありました、すみません、ごめんなさい。ああ 目の前にありましたけれども、この診療前相談という状態で、いわゆるその、えー、実際にその方の症状だとかを確認した上で、あで、オンライン診療に進んでよいと判断した場合には、そのまま初診でオンライン診療ができるというような、えー、話が出てきたというところが、まあ、非常に大きな違いかなとは思います。それからあの青字で書いてありますけれども、追加としてはこれですね。 ここ,ですここに青字で書いてありますけれども日本医学会連合が作ったオンライン診療の初心に適さない症状であったり医薬品もあの投,薬投与すべきでない医薬品のリストといったようなものを参考に判断をしてオンライン診療を進めてくださいという指針になったこれはまあ去年の時点のものですそれから3月を超えて4月になったときにそのガイドラインで OK になったものに対して 点数というか社会あの診療報酬が改定されてついたというのも非常にニュースにはなったかと思います、まあ、残念ながら全く同じ点数ということにはならなかったですけれども、えー、約8割ぐらいの点数付けで点数がついているというのが状況ですただし、あのーまあ、すごくざっくりとこの話をしているときりがないので先に行ってしまいますがあの検査とかがどうしても、えー 最新の時にその病態を状態を確認するのに検査が伴うような管理量の場合にはそれらはつかないというようなことになっています。いずれにしてもオンライン診療の課題ということで整理してみると対面診療と比較して評価が低い診療報酬なかなか同じ手間をかけてむしろ手段が違って普段慣れてないようなオペレーションで 病院の中の中事務員さん含めてですねオペレーションが変わってしまうというのはありつつもそれに対する評価が見合っているのかそれから対象疾患がやっぱり限られているということそれからどちらもなんですけれども ICT のリテラシー今回も最後の方に規制改革の関係でセキュリティの問題出てるんですけどもこういったものに明るくないとやりなんかとっつきにくいというのもあるしそもそも患者さんやご家族が えー、あのオンライン診療に、まあ、を使うようになるというところにまだハードルがあるのかなというところがあります。で今日はこの論点最後に、えー、最近の直近の話題を入れてあるんですけれども先ほどの目的を耕えないためにもこの4つというのをちょっと出してみました。一つは右回りでいきますがまずはこの全世代型の社会保障構築会議という会議ですね。 これ自身は総理が本部長になっておりましてそうそうたるメンバーがあのケンケンガクガクとやっているわけです。であの医師の方の医療のもありますけれども、まあ、私自身が薬剤師なので薬局とか薬剤師という視点で見てみるとあの非常に医療 DX と称してあのもう調剤そのものを外に出していいんじゃないかって皆さんあの今日ここにはあまり薬剤師はいないと思うんですけどもあのこの立場から言うと こ,あこっち側の視点からいくとそ,のそもそも薬局って何だったっけって思うぐらいその医療 DX が入ってくると情報っていうのはあの判断には判断するには、えっと、人間的なあの感覚であったりスキルが必要ですけども情報をただ伝えるだけであれば薬剤師はあの薬嬢だとかあの先生方もご存知の薬の情報を 本当にその患者さんに立ってどういう情報が必要なのか選別しないで単純に印刷してきたものを渡しているだけの薬局であればもう薬の説明もそれから後ろで作ることも処方箋の入力もそのあの重複した投薬になってるんじゃないかという薬のチェックももう全て薬剤師の手を限らなくてもできてしまうんですよね。もう今それは現時点でできてしまうんですよ。それを、 えっと、どうやって抵抗するったって抵抗できないですよね。そ,そういう意味では非常に今回の,この,あの制度もそうですし規制改革で出てきたりあと社会あの、えー、日本商工会議所の方から出てきている資料とかを見るとやはりその,医薬,品の、えー、医薬品を使った薬物治療の安全性を いかに確保しているのかということをきちんと社会的に評価される仕組みを薬剤師は持っていかないと、まあ、やっぱり社会からいつまでたってもあの薬を届けるだけならいらないと言われてしまうんじゃないかなという、まあ、危惧があります。 いずれにしても、この全世代型の社会保障制度の中で書かれているのは、えー、ここの真ん中の基本理念というところを分解されてるんですけども、この中の、まあえー、と医療のところですね、一番右側にあります、社会保障の DX に積極的にまあ取り組んでいくんだというところ、それから縦軸で見てみると、えー 今ああの、秋田県医師会でも取り組んでいる、まあ、社,会社会的処方といいますか、この地域の支え合いというようなところもあの非常に強く求めているところになります。 そういう意味でピックアップして、この3つ目の柱になっている、この医療介護制度の改革というところでは、あの今までのまとめられてきたさまざまな課題に対して整理をされていて、ただそこを医療 DX でいかに効率化しながら、その医療人の業務というのを効率化させて、医師の働き方も改革してというようなところが強く謳われています。 それから言葉がだけなんですけども、地域共生社会の実現ということで、こちらはこう,あのこういった厚労省が地域共生社会のポータルサイトということで、スライドあの特別なページも作りながらあの、国民に対して PR しているページ,ページが準備されております。 あの興,興味がある方がいましたら、ぜひ見ていただけると、このオンラインとかっていうことだけではないんですけれども、先ほどの,あの孤独な方だとか、あの社会になかなか、えー、と外の,あの、みんなで集団で何かするっていうところに参加できないような方々に対して、どんな手を伸ばしているかといったようなことも、あのモデルケースが紹介されておりました。 やっぱりこの目指す方向というところで昨年度はこの全世代型社会保障構築会議の報告書というのが出てきたというのは非常に大きな点かなと思っております。それにつながってあとさまざまな医療 DX に絡んだあの制度がつながっていきます。まず昨年のの月に出たもも、なんですけれども 医療 DX ののビジョンというのがありますこれ、民主党の方から出されたもので、あえてなんでこれを出したかといいますと、この後につながる規制改革の骨太の方針2022ですね、その中でこれがほとんど採用されておりまして、あの今、我々が置かれている、えー、厚労省がよく言う、まあ、医療 DX という波の中に、えー、いる状態がよく分かるんじゃないかなと思っております。 この例はビジョン2030という中で3つの骨格がありまして患者国民向けにはこの全国医療情報プラットフォームそれから医療関係者に対しては電子カルテの標準化システムベンダーさんには診療報酬書いて DX というような柱で示していますで下の図が分かりやすいこれは2つの資料あの同じ、えー この,この件を整理されている資料の中でマージしてあるんですけども、まあ、いわゆるあの電子カルテの標準化ってどういうことかと言いましたら、ごめんなさいあの、情報の共有化をしていかないと、まあ、レセプト等への関係もありますし、それから、えっと、電子カルテ自身が医師が他の病院にサポートに行ったり、情報共有をする際に、まあ、いわゆるあの言葉もそうですし、検査のコードはもちろんですけれども、そういう情報がちゃんとやり取りができるようにと。 ということで、えー、と企画がすでに h l, ファイ h l 7ファイヤーという企画で日本は行くというふうに今定め、えー、と決められている、何か法規制があって決めているわけではないんですが、それを使っていくというふうに決まっていますので、まあ、その形で電子カルテも共有化していく、メーカーさんの違いを垣根を減らすことで、そこにかかっている開発コストであったり、電子カルテを乗り換えるといったような、より良いものに変えていくといったようなところでも、そういう効果が出てくるんだというふうに、えー、話されています。 それから診療報酬の DX ですけれどもこちらも2年に1回に大きく来る診療報酬改定においてそれぞれのメーカーさんが非常に事前に出てくる情報を読み解いてシステムを作り直すということが非常に作業としては無駄なので国の方で えー、モジュールといわれる、まあ、いわゆるプログラムのパーツを提供してそれを組み込めば瞬時にあのシステムが変わるようなそういうような仕組みを取り入れていこうというふうな目標があるということです。はい、でこの全国の医療情報プラットフォームというのがもう少し、えっと、詳しく出てくるのが規制改革が、えー、進んだ後ですね去年の秋になるんですけどこの資料自身は医療 DX について 医療 DX 令和ビジョン2030の厚生労働省の推進チームというのが発足した後にこの資料は出てきておりますあの非常に見にくいかと思いますが文字を解読するより今先生方が実際に日々いろいろなところで直面しているいわゆるマイナポータルマイ,ナカマイナンバーカードを使ったその本人の保険証の資格確認ですね でそれからご本人はマイナポータルを経由していや今先生のところで診療を受けてくれた内容だとかどんな薬が出てるかというような、えー、どんな薬はそれは調剤された薬が何が出てるかっていうのが分かるような仕組みであるとか。 それがご本人に紐いていますそれから、えー、レセプトのデータだとかはもちろん本人に行くとともに前回どういうあの診療を受けているかとかそういったものが、まあ、医療機関側で確認ができるというのが、まあ、この図の中から見て取れるところですでこの続きとして次が骨太の方針と医療 DX の推進本部の話です でオンンライン資格骨太の方針2022の中でやっぱすごく大きな柱として示されたものがオンライン資格確認の義務化ですね。でこれにのっとって進んでおりますが、まあ、先生方のところにあのちょこちょここういうのがどのぐらい進んでいるのかと数字であったりなぜ進めないのかとかいうことを言ってくる。 えー、ケースがあると思うんですけども、まあ、この4月からは導入が原則義務になっているとかマイナンバーカードの保険証が進むように、まあ、進んでいるといったような話があります。でそれに基づいてこの保険証の原則廃止というのも、まあ、検討が進んでおります。で医療 DX の推進本部と呼ばれるあの目的を書いておいたんですけども。 医療分野での DX を通じたサービスの効率化や質の向上を実現するために、まあ、国民の保健医療の向上を図ると上に、最適な医療を実現するための基盤整備を強く進めていくために、まあ、関連する施策の進,進捗状況,状況等を共有、検証することを目的として、まあ、内閣に医療 DX 推進本部というのを置くということで、えー、書かれている。でこれが えー、骨太が出た後ですね、えー、10月ぐらいにこの推進本部ができて、すでに会議が進んでいるということになっています。実際にこのマイナンバーカードの話が出てきたので、直近非常に、あのー、これが、まあ、秋田県がどうかっていうのはちょっと分からないですけれども、ついさ昨日もニュースが出ておりまして、皆さんどれぐらい皆さん取ってるかってご存知です。あのあの数字はここにもも書いてあありますけれども、えーえー 人口は元旦の時点、令和4年の元旦の時なんですけれども、この数値自身は直近の2月の19日です。で、その時点で発行枚数というか申請受付数ですね、がもう約7割です。思った以上に多いと思いません。あの私もあの去年とかどうなるのかなって、自分が最初のマイナポイントをもらった時は思ったんですけども、えー、駆け込みでもうこれ以上は延長しないと、あの先日、 言ったところですねあのマイナポイントをもらう人たちが多かったのかあのしかも2月末までに申請してポイントを申請しないと受け取れないと思ったのか、えー、非常に今駆け込みで千葉県なんかの方は1日150人が受付待ってあの引き取りで待ってるというニュースがたまたま昨日出てあそんなに混んでるんだというふうに思いました。 もちろん地域的な違いはあれども、これだけ普及してきて、でかつ2024年に保険証、それからその先には運転免許証といったような形で進んでいけば、まあ、もちろん全員というのは難しいかもしれませんが、限りなく保険証が置き換わっていくということは容易に想像ができるんじゃないかと思っております。まあ、そういったことを施策的に進めている背景にいるのがこの、この医療 DX の推進本部ということになるんですけれども。はい でこの中で実際に彼らが強く進めようとしているのが先ほど出てきました。えー とえー、と令和2030のビジョンというところに出ていた3つのことです、まあの。マイナンバーカード等を使った情報の共有化、もちろん、えー、そればかりじゃなくて、えー、電子処方箋もその上に載ってきますし、えー、予防接種等のデータも、えー、そこで管理していくということで、先生方もご存じなければ、去年のもう9月からは、えー、医薬品とか、いわゆるレセプトのデータ以外に、入院していたときの情報であったり、えー それ以外に透析の情報だとか、そういったものも全部出るということで、進めてはいます。ですがあの、話に聞いたところによると、まだ透析のデータに関しては、何のデータを出すのかとかまでは、なんか決まっていないようなので、まだこれからなのかなと思いますが、私もちょっと受けていないので、実際に自分のマイナ,カマイマイナンバーカードで確認してみると、確かに直近,直近といいましても、月はまたいでいますが、あの医薬品だとか、先日かかった病院のレセプトとか、全部見れるようになっています。 で、最後に、このオンライン資格確認を基盤としたデータヘルス計画。このデータヘルス計画自身は非常にまあ長くやっているものです。はい。で、えー、目的は、あのー、 もう一つ先の図の図方がかかりやすすいいと思いますこの図の方が意外と見ている方が多いんじゃないかなと思うんですが、いわゆる電子カルテの情報だとかをデータ化してで、それを用いた AI とかを使って先生方の業務を改善するとともに、今まで見逃しやすかったような非常に小さいがんを見つけるといったようなそういったものにも使いたいとか、ですねあとは介護等や医療の情報を 1, 1人の方のより良い診断とかに活用できないかとか。 あとは普段の自分の健康管理、国民の健康管理に PHR のきっかけとしてそのマイナポータルからの情報を活用しつつ、他の民間が提供しているシステムと連動させて日常の生活改善に使えないかとかですね、まあ、そういったことがまあよくよく言われるところです。はい でえー、とこの2年間の中で、この2年間と言っているのは、もう令和2年の時には言っているものなんですけれども、えとにかくあの今後2年間で集中的にやるんだと言っているのがあの、マイナンバーカードを使った医療情報の確認ですねおお、要はオンライン資格確認、それから電子処方箋、そして本人が情報を確認できるという、ここをとにかく進めているというのがあります。何度も出てくるので、あのそれ以外はあれですけれども。 でまだ電子処方箋の件はここには出ておりませんが、データヘルスの基盤として、このオンライン資格確認というベースを使って、あの一人一人の情報をまあ共有しつつ、あの本人の同意に基づいて共有しつつ、医療に生かしていくという仕組みが現在進んでいるというところです。 でなんでこれが今日オンライン診療の話の、えー、と最近の話題になるかというと結局、えー、と電子化していく上でそれぞれの個人が使うツールというものが、えー、使いやすくならなければいけないんですがあの今のスマホが、まあ、この医療へのかかり方の が変わるとということですね今までだったら病院に行って予約を取るとか病院に直接行かないとそこからじゃないとスタートできなかったことが可能な限りこのスマートフォンの中からもできるようにするとかえ要はこれは単純な対面であったりオンラインとかっていうこの二個対立の話ではなくてえ診療に行って対面で受けるんだけれども例えば予約であったり事前情報を看護師さんに聞いてもらってそれをまとめておいてもらうといったようなかかり方が変わっていくというふうに考えていただければまあ,あの また伊藤先生とオンラインの件でもやらせていただきながら常々思うその対面診療を補完するものであるという言葉は非常に腑に落ちてくるんじゃないかなと思っておりますそれではここからが大きく2つあの昨年の12月に出ました規制改革の委員会の方で規制改革の実施計画の中に書かれているものが 検討が進んでおりま,すまずシャープの「1」と書いたものが3枚ほどあるんですが遠隔医療のさらなる活用についてという題目でこの規制改革の実施計画の中では通所介護事業所や公民館等の身近な場所での受診を可能とする必要があるとの指摘があることや 患者の勤務する職場においてはオンライン診療の実施が可能とされていることも踏まえて、デジタルデバイスに明るくない高齢者等の医療の確保の点から、オンライン診療を受診することが可能な場所や条,例条件について、課題を整理し、検討して結論を得るということになっています。話によると、この3月に1つの回答が出てくるというふうに聞いておりますので、実証事業の方にもそれは生かせていけるんじゃないかと思います、は。い で実際にどんな具体的なコ子になっているかというところが、えー、これですね、この3つのところです。へ、ま、き、あ、地等において、公民館等の身近な場所にオンライン診療のための医師が常勤しない診療所を開設可能としてはどうか、つまり公民館が単純にずっと診療所としての登録がなくても、もうそこは公民館として両方使ってるんだけど、今でも現実的にそう使われてるかもしれないけども、法規制上そうではないという部分もありますので、えー、これを可能にしてはどうかとか。 あとは定期的に反復継続して行われていることのないものの、または一定の地域において継続して行われることのないものであれば、巡回診療の特例として診療所の開設は不要として、巡回診療の計画の届け出で足りることとしてはどうかとかですね。 あと、僻地の対策について、都道府県が主導しているため、僻地等について、具体的にどの、えー、と場所、まあ、公民館や郵便局なんかも含めて、医師常駐不要の診療所を設定するという点について、都道府県が関与することとしてはどうかというようなことが今、検討されているということになります。まあ、こういったことが出てくると、あの今年1年間もいろいろ機会設置させていただきながら、あの 診療所に対してオンライン診療をやるのがいいのかどうかといったような課題先生方と共有してまいりましたけれども一つのこういった解決策というよりは検討できるあの余白ができてくるとあ,のあとは選択肢やるかやらないかということになるんじゃないかなとは思います。 ただ、注意しなければいけないのは、公民館だったらできるのかという話はまたちょっと違うと思います。あのどうしてもできない方をサポートするという体制も必要ですので、あの技術的なものだけではやはりうまくいかない、オペレーションとして回すためには、人の介在をどうするのかとか、先生方のもちろん都合や、先生方ばかりではなくて、応援に行くのであれば、あの看護師さんの手の数といったようなものも当然関係してくると思います。 から、最後の情報の提供になりますが、このシャープの2ですね。これは、あの、えっ、ー、と、規制的なかあのも、あの、課題がある方、悪い意味での課題があることです。実際にこの不適切診療の実態の把握や、オンライン診療の適切な実施に関するガイドラインの見直しとかをしていくということがありまして、ここで出てきている不適切な診療の実態というのは、あの、今、 まあここを見る限りはまあいわゆるダイエット等に関係したあの美容整形ちょっとくくってしまうのは良くないかもしれませんがまあそういう類のものがまあ出てきています。オンライン診療を受けて糖尿病に使う薬をダイエットにも使えるという理由で処方された薬を飲んだところ下痢等の症状が出て治まらないためかかりつけ医を受診したというクレームがこの全国消費者生活情報ネットワークシステムにまあ集まってきているというような例ではあるんですが。 まあしたがって、この不適切な診療の実態に対して、この糖尿病学会等が注意喚起をして、GLP1 ああですね、の処方とかはダメだというようなことを出してはいるということがありますので、こういうのをまあオンライン診療の不適切な実施をいかにまあ抑制するのかというところで、対面診療と比べて、いわゆる医療へのアクセスが容易になるという側面を考慮して、安全性や必要性、有効性の観点から、各学会の 対面診療においても用いられる診療ガイドライン等を踏まえた適切な診療を実施しなければならないというような書き方に変えるというようなことが検討されているとで併せて国民の方にもこういった、えー、と周知をしていかなければいけないということが1つあるかと思いますそれからもう1つが、えー、情報のセキュリティに関する事項です えー、細かいこととは思いつつ大事なことではあるんですがいわゆる病院の中の医療情報を扱っているし、えー、ネットワークと、えー、外部から来るそういう情報を、まあ、混ぜて使うということを極力あのリスクだということで、えー、言っているところとあとはそれをリスクだと決めつけてしまうと今度はもあの何何十何枚か前のスライドを思い起こしていただくと。 いわゆる個人が持っている PHR、うん、マイナポータルから得られるデータ以外に普段の生活であったり食事だとかいわゆるそういう個人が持っている情報を医療に生かしていくということも 今回の話題の中には入っているんですけれども当然それを入手しようとするとカルテに転記したりだとかしていくことになるので同じネットワークの方が使いやすいのは事実なんでしょうけれどもそこに非常にリスクがあるので十分に考えてというよりはそこに対して厳密なルールを引いてやらなければならないというようなことがこの見直しの中に出てきています。 したがいましてあの直近の話題としては先ほどの健康被害のことであったりセキュリティの課題それからあのオンライン診療を実際に活用できるようにしていくためには、えー、患者さんのいる場所それから提供する側の医療人側のいる場所ですね薬剤師なんかも服薬指導をオン,ライン服オンライン服薬指導というのがありますので 薬剤師なんかの場合には薬局にいなくても自宅からできるというようなことがもう報告としては,あの報告としては出てるんですけども実際それでいいのかと言われると、まあ、全国今距離距離いわゆる距離制限がないものですからじゃあどこにいてもできるじゃないかというような論議が出てきてしまって、まあ、原則としてというよりも、えー、そ,のそれが適切なのか実際にその方が困っている情報が察知できたのであれば速やかに それを対応できる対面状況が確保できるものといったそういった医療倫理に基づくような行動がきちんとできるのかそれは法制度でばかりでは制限できるものではなくてやっぱり人の判断であったりその人の行動規範に基づくものだと思いますのでそういったことも育成していかなければいけないんだろうなと思っています。 最後にあのまとめという意味ではあの昨年も実はこれ出しているスライドなんですであのなぜ出したかというと、まあ、この図が間違っていないということをまず一つあるのとそれからやはりとても大事だなと思うのはあの 今、国が言っている話、国が正しいかどうかは、僕は分かりませんけれども、やっぱ本人が医療を受けるというのを選択して直したいと思っているのであれば、やはり本人の生活を見てほしいというのはあります。したがって、そういった情報を、まあ、医療側がそれを利用できるような社会にならなければなりませんしまた、本人がその普段の生活に生かすためにも、情報は提供していなければ。 いつもカルテとして先生のところに管理してもらってるという依存型ではやはり個人が一人一人が自分の判断ができて育っていかないよなというふうに思うわけです。 まあ従いまして、今、この医療,活医療のデータの活用や、医療へのかかり方が変わっていく、まさにこの中で、データのあり方、PHR は本人が持っているもの、EHR は医療側が管理しているものという、これをどういうタイミングでうまく融合させて使っていくのか、それからアクセス手段として、どこに行ってそれを受けるのか、選択肢としては対面を見る前に、オンラインという選択肢もあるんじゃないかと。 ただそれがあくまでも僻地であったり、なかなか医師にまで到達できないような距離のある場合には、じゃあ本当に移動距離として行った方が早いのか、行,った行かなければ見てもらえないような急性のものなのか、そういったこともあろうかと思います。利便性ばかりでは判断できないですけれども、今、あの全国的にこのオンライン診療であったり、えー、このオンライン資格確認に基づくさまざまなあの データの活用モデル、いいことばかりが表に出てきているような気もしますけれども、実際にやろうとするとですね、課題は多いです。最後にしますけれども、先生方が普段診療している形の中で、やっぱ言葉一つとっても同じ疾患を表示するのに、ICG10 であったり、そういう標準化というのは進んではいます。ですが、まだまだ方言が多い中で、このオンライン診療のあ、あごめんなさい、オンライン資格確認の仕組みが進んでいく中では、もう一切、 方方言ははは許さないといいとう方向には進んででますすそれはかての電子化も含めてですどこまで融通性,、えー、性を許すかということは電子化にはあまりそぐわないことなのであのこれからそのすり合わせというのは大事なんでしょうけれども最後のまとめという意味ではデータは活用していくのが今後の方向性ですしそれを医療へのかかり方というところも含めてこのオンライン診療が活用できたらいいなというふうにまとめさせてもらいます。 以上になりりりままます。長々とありがととああががううごござざいいしした。た。岡崎先生、膨大な資料があったと思いますけれども、えー、のポイントをこの中で30分でまとめていただくというのはかなり無理があったかなと思いますけれども、本当にありがとうございました。ご質問とかご意見とかございませんでしょうかいかがでしょうかあどうぞ。 大型村診療所の岩村と申します。えー、っとですね、二点ございまして、えー、あの今診療機関医療機関の間の情報のやり取りが事実上電話とファックスと紙ベースの紹介状というふうになってるんですね。この辺があの特金の問題としてどういうふうに変えられそうか。 のが1つそれからオンライン診療に関してですけれどもあの実際僕が直面している問題としてその診療所に患者さんが来るスタッフもいるで私は実は家にいてリモートで診療するこういうものは認められていくのだろうかこの2点についてちょっと伺いたいと あのまず一つ目のあどうぞお座りくださいあのご,ご質問ありがとうございますあの医療機関同士の情報のやり取りはあのおそらくそれではダメということではなくて保険点数の評価であったり例えば先生方のあのそのいわゆる応援 および夏院の、そういったあのあの評価のところに関わってるんではないかなと思っています。あのいずれにしても答えとしてあの正確ないわゆる診療報酬としていいかどうかという判断に行くと私は今答えを持っていないんですけれども、あの現時点でそこが進むかどうかという情報は特に聞いたことはないです。はい、あの処方箋ぐらいはあの簡単だったんですが、実はあの処方箋に押していただく先生方の印鑑という、あれが消せないがために。 私がまだ20代だったときから全然進まなかったのは、えー、いわゆる施工例だとかの見直しで何十、十何箇所かの訂正をしなければ、電子処方箋ができなかったような話があるので、あの皆さんが今、そっちに躍起になっているので、今、話が進んでないだけかもしれません。それから2つ目が、あの先生がいなくて、むしろその、えー、っといいのかという話なんですが、それがもし逆に先生が普段あの医療機関にいて、 で逆に公民館にナースの方が行って患者さんがいるという仕組みで、つまりこっちが一般の方であれば問題がないというふうに思えるんですけども、逆に先生が医療機関として申請している届け出を出している場所に患者さんは来ているのに医師がいないというのは、これは認められないと思いますすやはりそうなんですか、はい、現時点では無理です。なので、先ほども医師が常勤しない僻地診療所。 これは普段は普段医師がいなくても診療所ですよね。なので、この診療所でオンライン診療ができないので、先ほどのような文言が出てきてきるんだと思います、はい、これ、実際どういうことかというと、私はあの今、秋田で仕事してるんですけれども、はい、あの単身赴任で、自宅が長野県なんですね。ですから、いろいろ事情があってあの、長野から遠隔診療ができないか。 といいうことを、まあうん、要すするるに目論でではいるわけなんです、はい、それが、まあ、前にちょっと問い合わされた時にはやっぱりそれはダメだという返事をいただいたんですけれども例えばなんか分その診療所の分室として指定してもらうとかそんなような抜け道とかがないのかしらとはちょっと思うんですがそ、まあ、その辺は分かりませんねね <laughs> うです、ねああのー、今のルール上というよりはおそらく、まあえー、のー根本的には あの制限として今、日本中どこからでもオンライン診療できてしまうんですね、結論から言うと。なので、えー、先ほどの,のいわゆるダイエット等のあ安直なそのオンライン診療等がされないためにも、おそらく方向としてはそれはないと思います。診療所,診療所に先生がいないのに診療所に患者さんは来て、そこでオンラインをするというのはないいと思いますわ、はい、かりました。はいはい、ありがとううございました、はい、菅先生どうぞ あえー、と大変勉強になりました、ありがとうございます。でえー、とどちらかというと、僕、データヘルス側のこう話のちょっとこうう、あとは多分そこに多分電子カルテが多分リンクしていくと、多分オンラインの診療っていうのも楽になるんだろうなって思ってまして、ただ、そのさっきの最後の方に出てた、その 医療その患者さんの個人情報とか医療情報が電子カルテとリンクした場合のっていうところがありましたよね、確か。だったので、なかなかそのぼ僕と個人としては、その情報が全部まあ一元化されると、多分もっといいんだろうななんて思っていたところなんですけど、やっぱりこの辺はまあやっぱり皆さん気にするんだろうなと思って見てました。でああのののの一番ちょっとあの今後のその いわゆる外来そのオンライン診療に結びつけていくために必要な情報として考えてたのが、データヘルスをいかに集めていくかということだと思うんですけど、患者さんの,その、まあ、血圧だったり、例えば糖尿病だったら血糖だったり、今、結構そ,の、まあ、それこそスマートフォンでデータ収集できてるんですよね、確かね。だから、この情報をみんな結局手持ちで今持ってきてるんですよね。これを インターネット、まあ、ないしはそのサーバーとかをリンクさせることでこうオンラインでこう診察その情報を見てこうオンライン診療の、まあ、いわゆる、えー、僕らの、まあ、診療の糧になるようなものができれば多分まあ 例えば半年に1回ぐらいの対面診療が多分必要だと思うんですけれど、そ,れもその合間合間をつなぐものとしては非常に十分になるんじゃないかと思うんですけれど、その辺の,そのまあデータヘルスの扱い方っていうところに関して、岡崎さん的にはいかがでしょうか。 あくまでもやってはいけないというよりはその明確な責任分解点を用意するとかあのそういう意味で出ているだけですのであの今後その血圧だとかあごめんなさい血圧だとかはもうすぐできるでしょうけどもあの血糖なんか非常に難しいって言われてたものも現時点ではあのアップルなんかがやっぱり表面上から測る技術を 出てきたりとかしてますので、それこそあの普段の生活、ずっとリアルタイムで追っかけることが出てくる世の中になるんじゃないかとは思います。まあ、そのそのデータを見られてることが、患者さんにとって幸せかどうかはまた別の話ですけど。はい、あのおそらく5年以内にはいろんなものが、その仕組みとしてはサービスとしては出来上がってくる。ただそれを。 先生方が個別にそのデータを見てじゃあ,うちうあの岡崎医院の患者さんが5000人いるんだけどその5000人を毎日見続けなきゃいけないかってまたそれは違う話かとは思いますができるようになると思いますありがとうございますはいありがとうございました、えー、時間がちょっと超過しておりますので次の方に行きたいと思います岡崎先生ありがとうございましたありがとうございました